だからね、僕は日本のユーチューバー文化ユーチューブ文化が本当に苦手というか負け、ま、て嫌いで、まあ、一時システマティックに調べてみたんですよそのいわゆる登録者数とか再生数が多い人のユーチューブでどんな雰囲気なのかって内容ないよね <laughs> ノリしかないというかでそのノリが地上波テレビの、まあ、日本の地上波テレビだって全部悪いなんて言ってないんですけどまあ、一番悪いところあのチャラ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 バラエティー作ってなんか意味がない。 なんか仲間内で受けててその地上波テレビの一番悪いところをもう取り出してきて素人がまた動画で作ってっていうかだからそういう意味で僕地上波テレビの劣化版って言ってるんですけどでいや世界の YouTube 文化見ると別にそういうだけじゃないから。であのも,うもちろん向こうでもそういうノリの YouTuber とかいるんだけどそれだけじゃないからだからそういう人たちもいるけどそれだけじゃないから。であの もうちょっと内容があることっていうかすごく内容があることを、えー、やってて、えー、登録者とか再生数が多いチャンネルっていうのもたくさんあるんですよだ日本がちょっと異常あのノリというかあのバラエティノリっていうか劣化ノリっていうのはで俺これは文句言っていいと思うわけだってみんな自由なんだしまあ、俺の言ってることが間違ってると思う人も別にいてもいいしで俺は嫌いってことはああいうのでこういうのはあの、ね、ラップではビーフってうわけでしょこうやって文句言うこと。 まあ一方的なビーフですけど本当に俺嫌いだよで本当とに腹が立つのは俺サムネイルとかああいうなんかテロップとかごちゃごちゃした編集が嫌いなのねであれ別になんかあの別にこれ「電話の神とか言って単に比較って言ってるだけなんだけど別にやってないからそんなことで俺が俺らのやり方でこうやって YouTube やってるじゃないですかまあ底辺 YouTuber として。 いいろいろなんか余計なこともっとこうしろとかああしろとかうるせえわ <laughs> 俺は嫌なのそういうの,でそうあの別にそう,そういうことをして日本の you YouTube 文化に合わせてユーチューバー r 文化に合わせて別にあの登録者数を増やしたりとか再生数を増やそうと思ってないから俺は俺のやり方で俺が好きな内容をまあそのなんていうのコミュニティを含めてやっていくだけだから。 でそれは別になんか普通だからあの世界の YouTube 文化の多様性の中ではだからねもうあのノリはおそらく日本の地上波テレビが作ってしまった本当になんていうか頭空っぽのこれビーフだからね言葉の表現があのななんか悪ふざけのだから言葉の表現こうビーフだからねラップのだからカラフルでいきますけど頭空っぽのね 悪ふざけの仲間内受けののち受自分たちで面白がってるでも実は何もないそういうなんか空虚な時間をチャラ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 見てなんかええって言って言って面白がってって全然面白くないわ <laughs> 全然面白くないわでそういうのを見てるって壮大な時間の無駄だと俺は感じる俺は1秒も見ないだから調査のために見てた時期はあったけど、まあ、面白くないっすよね何がいや俺は面白くないだからそれ面白いと思う人がいるのは自由ですけど俺はそれは 同意しないしあと別に俺はそういう日本の YouTube 文化に合わせて一秒もないですだから俺は勝手にやりますだからあのー、ほっといてくださいで、俺は俺の仲間っていうかそういう人を報酬数でも増やしたいとかですそうじゃないとこの国は俺が思うにはねそうじゃないとこの国は滅びると俺は思ってるんでだから俺は嫌ですそういうな、そういう YouTube 文化日本の YouTuber 文化は嫌です以上だからほっといて